クワナ・マサヒロ8月7日から2012年10月26日は日本のミュージシャン、俳優、実業家。1953年、1830年創業の海鮮トンや創分の7代目の後取りとして生まれる。家庭には女中が2名おり、両親と妹の4人家族だが700坪の邸宅で育った。1957年、 勝山幼稚園入園。1960年、大阪市立住吉小学校入学。1967年、兵庫県芦屋市の江南中学校入学。1969年、大阪市立阪南中学校へ転校。1970年、大阪万博でアルバイトをしたのをきっかけに、サンフラニシスコへ行く。 1971年に帰国後、ファニーカンパニー結成。翌1972年に、スイートホーム大阪でデビュー。1973年、ファニーカンパニー。1974年、ファニーファームと2枚のアルバムを残し、同年解散。桑名正宏バンド、そして加賀哲也、山本翔と結成したユグドラジルの名義で、キングレコードから、 リリースされたオムニバスアルバムイントロダクションに参加している。1975年にソロ活動を開始し、1976年 RCA からアルバムフーアレユーをリリース。1977年当時の RCA の担当ディレクターだった小杉流作りの紹介で筒美京平と出会う。筒は作詞に松本隆を指名。 同年6月には二人の作品、I s シュー Tonight が発売される。その後も、サードレディなど、松本、包みコンビのシングルをリリースし続ける。1977年9月に大麻とコカインの使用で書類送検された。さらにコカイン常用の証拠隠滅を図ったことで10月12日に、 麻薬取締法違反容疑で逮捕され、懲役2年執行猶予3年の有罪判決を受けた。1979年発売の金棒化粧品キャンペーンソング、セクシャルバイオレットナンバーワンは、チャート1位を獲得する大ヒットを記録。代表作の一つとなる。いわゆる、ロック歌謡と呼ばれたジャンルがブームだったのもこの頃である1980年3月5日に、 アンルイスと挙式し、10日に結婚を発表した。1981年4月、芸名をク名ナ・マサヒロからク名ナ・マサヒロへ改名。読みは同じ。1981年9月29日には、モデルをしていた19歳の女性ファンへの強制わ説致傷容疑で逮捕されるが、時短が成立して、不起訴処分となる。同年12月25日には、 大阪府警生活課と豊中警察署から9月に大阪の実家で開いた大麻パーティーで大麻を使用した大麻取締法違反容疑で取り調べを受け容疑を認める供述をする。1984年にアン・ルイスと離婚。東京に拠点を置いて芸能活動をしていたが、 芸能活動を陰で支え続けた父の没後、医師を継ぎ1990年から家業を継ぐために、出身地の大阪に拠点を戻した。桑名工業は、江戸時代から続く、海鮮問屋で、桑名正弘は七代目となる。公安に役建設業、倉庫業を営む、中堅企業で、一時ゴルフ場の経営もしていた。 1998年から2002年までは、ザ・トリプル X というバンドを中心にして活動。その後はしばらく活動を休止していたが、2009年8月以降、ク名ナ、吉野以外のメンバーを入れ替えて、ライブを行っている。2000年5月、ク名ナ工業社長に就任。社長業が多忙なため、東京での芸能関係の仕事は、 ほとんどせず、大阪中心に活動。しかし、バブル崩壊の煽りを受け会社は危機を迎えており、桑名が引き継いだ時には、すでに手遅れの状態であった。700坪の豪邸を売り払っても立て直しが効かず、倒産している。2003年10月に、吉本工業入り。2006年、静かな生活がしたい、と軽井沢へ転居。 2012年7月15日早朝に大阪市内の自宅で心不全により倒れ、大阪市住江区の友愛会病院に緊急搬送されたが、意識不明の重体となる。意識不明の状態が続く中の同年7月20日、ゲスト出演したライオンのご機嫌よ王が放映され、その際には倒れる前の7月11日に収録されたものである、胸が表示された。 3回の出演予定だったが、残り2回は7月18日に収録予定だったため、出演はこの回切りとなった。同年8月2日、入院先の病院で長引く闘病生活に耐えるため、軌道に注入された人工呼吸器を外し、帰還切開の手術を受けた。倒れてから、長らく意識不明の状態であり、高カロリーの点滴で、 栄養補給をしている状態が続いていたが、2012年10月26日午後に死去した。59歳没。葬儀、告別式は10月30日に大阪市安倍野区内の葬儀場で行われ、約700人が参列し、原田健太氏が弔辞を読んだ。出棺後、巨大な家を掲げた白いオープンカーの後に、 クワナが眠る棺を乗せた霊柩車が、御堂筋を走る。五千人もの大阪市民や橋本通る市長らに、見送られ、市内南部にある、売り割り祭場で、ダビに付された。本名は、赤月貧借恐竜。2000年以降の本業は家業である、クワナ工業の社長を務め、音楽活動は、チャリティーなども含め、マイペースではありながらも、地道に行っていた。 俳優としては、1980年に、ネズ人八、大竹忍と共演した、恋人たちでのネズの不良の弟六役などで、強い印象を残し、その他ドラマでは、大阪弁を喋る気さくな役柄が多い。1983年、横山康主演の映画、投資し、株式会社にインテリ役座役で、1991年には、新国道の妻たちで助演。 横山役ナと主席を共にした原作者の小林、信彦は、後年、著書、天才伝説、横山康氏で、桑名温厚で礼儀正しい青年として、好意的に描写している。また、チャオチャオタコカイナでは、大地マオと共演した。さらには、タレントとして、コメンテーターやリポーターなど、幅広い活躍を続けた。その荒っぽい言動や、 不祥事による逮捕で騒がれたことがあることから、破天荒なイメージが先行しているが、実際には、行動的な社会活動家として、多くの足跡を残しており、障害のある子供への支援事業や、海外の戦地の子供たちへの支援活動やチャリティ、あるいはステイヌの里親や探しの財団を、設立するといった地道な活動を、約20年にわたってコツコツと続けていた。 晩年の音楽活動は、社会貢献活動のために行っている傾向が強かった。本人のシャイな性格に加え、売名行為と抽象されることを嫌って、社会活動を行っていることを積極的にアピールすることはなかったものの、生前の桑名の、その姿勢や活動に賛同した、西条秀樹、松本隆弘、河村隆一など、多数の歌手仲間や芸能人が、 クワナのチャリティ活動に協力していた。妹は同じくミュージシャンである、クワナ・ハルコ。若い頃から非常に仲が良く、お互いライブなどに参加しデュエットすることも多かった。クワナには二人の息子がおり、アン・ルイスとの間に1981年5月8日、生まれの長男、美優子離婚後再婚した、クワナ・エコとの間に1988年2月28日生まれの、 次男クア桑名ンがいる。二人の息子とも父同様ミュージシャン活動をしている。2011年10月31日、美優氏に、娘が誕生した。桑名にとっても、元妻のアン・ルイスにとっても、初孫となった。ウエストポイント、MOA ジェンシーデン・ミュージック・オフィス・クアナ・アベノス、吉本工業、レムミュージックすべて、RCA レコードより発売。 フーアレ r e マサヒロ2テキーラムーンロードマシーンクワナナンバーファイブコミュニケーションセクシャルバイオレットナンバーワンを収録オリコンベスト10入りティアードロップスロックエヌソールスペシャルミニアルバムミラーディアールウマニアッククワナイッツオンリーラブフォーパラダイス100万人に一人の女マハロミニアルバムフォーエンジェルスディアマイフレンドライブアルバムニューベストゴールデンベストクワナマサヒロ RCA, Air Years クアナマサヒロ35周年ベストマサヒロクアナトラックスオンゴールデンベストクアナマサヒロマサヤン40イ e ーズ、ロードマシーン。ありがとうございます。